はい、皆様こんばんは。3月16日火曜日でございます。本日もですね、六本木リアルデイバーズより生ライブ配信お届けさせていただきます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日のライブはですね、着しみのマジサチボリューム10でございますね。トークに歌に、ね、楽しくお届けしていただきたいと思います。それではお二人よろしくお願いいたします。ご覧ください。マジサチです。ですね。のんびりね。はい、うん、なんか活気がないね。え、なんかいつもこうジャッキーですってパンパンっていくから、たまにはなんかね、うん、落ち着いた感じの大人の魅力っていうのよくわかんないけどさ、はい、うん、大人の、はい、違うか。もう春ね、3月3月でしょ。もう真ん中です。そうか、早いね。おい、早いです。うん、先月からモスバーガーが、はい、あの食パン出したね。え、完全予約で、食パン1斤600円なんだよ。高いでしょ。めちゃくちゃ今の流行りに便乗してますね。そうなんだよ、便乗商法で。で、ね、パッケージの3箇所に、はい、うん、バターはいらないかもってね、うん、あのコメントが、はい、パッケージの3箇所だよね。一箇所ドカーンとでかいの書けるんだけど、はい、うん、完全予約、600円、高いね。高いですね、うん、食べましたか。いや、まだなんですけど、うん、まあ、大体2斤で、ね、あの高級食パンは、まあ、大体800円から、うん、僕の今までの経験は1200円ぐらいまでかな、うん、はい、ね、1斤売りで600円ですよ。モスバーガーやりますね。やりますね、うん、モスバーガーのあの MOS もうご存知ですよね。はい、 MOS 何の意味か知らないです。もう有名な業界第2位ですよ。はい、うん、MOS、 MOS マウンテンオーシャン3だよ。そうですか。なん、知らなかった、知らなかったの。なアースウィンド&ファイヤー的なことですか。要するに。そうだよ、情けないね。うん、まあ、チャッキーはさ京都なんだけどさ、はい、ね、関東はペヤングが、ペヤング、ね、ね、関西は圧倒的に UFO なの。 UFO です、うん、UFO の意味知ってる。確認飛行物、そんなこと言ってここ F なんだっけ、試験に出るとこなんだよ。オブジェクツは何を言って覚えてますけど、もうなんだっけ、うまい太い大きいなんだ。本当そうなんだ。真面目に考えちゃった。いや本当にそう。そうですか。日清のホームページ言ってください、はい、それの頭文字を取った。太い、うん、麺が太い、はい、うん、うまい太い大きい、ね、たまたまさ円盤型してるけど、はいはい、うん、UFO の意味はそうです、ね、もうこれからちょっとね、いろいろ知識つけていかなきゃいけないから。そうですね、うん、今日はね、なかなかモスと UFO で、はい、ね、モスと UFO 勉強になりましたね。勉強になりました、はい、次回は DHS とかあの辺行ってみようかな、ね、はい、はい、そういうことでぬわっと始まりましたけ ど、 どういうことマジサチはボリューム10ですね、10回目、はい、ねえ、もう 長いよね。長いですね。ねえ、活気がなくなるのは当然か。ねえ、長いから、うん、まあ、はい、今日もね、頑張っていきましょう。頑張ります。ねえ、もう店長なんても毎日さ、はい、やってっからもう全然噛まないで、もうすごいよね。はい、俺は月一だからもうプレーってね、ちょっとトークがね、はい、うん、不安ですけど。不安です。うん、はい、では今日のゲストを皆さんにご紹介いたします。今日のゲスト。鈴木雄大さんです。ありがとうございます。こんな時期にね、お呼び立ていたしましてありがとうございます。ありがとうございます、ね、どうも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 、ね、久しぶりですよね。ねえ、いつ以来でしょうね。あれは安土桃山、もう、うん、1年ぐらい。お約束で言いますけど、うん、一番初めにさ会ったのってどこだろうと思って、分かんない、原宿のブルージェイっ
ていう、はいはい、ブルージェイウェイ、ブルージェイウェイだっけ、うん、島田さんがやってた、はい、あそこで稲垣さんと杉君とかがビートルズやった時に飛び入りで、あれが初めかな、その時ドラム叩いてる、そう、あ、そうか、ね、あの時初めてだったのか、あの結構昔でしょあれ、そうですね、ね、うん、うん、バックインザーをね、あ、そうだ、ボーンと来て、お、すげえなと思って、ね、あれが最初かな、そうだったんだ、うん、いや、いろんなところで清水さんの噂はね、いろんな人が知ってますから、ね、うん、噂を信じちゃいけないよって噂よりもすごいな、ね、本当にもうねもう皆さんね、ね、うん、まあ一つになれていいよね、まあ、私のお話で一つになれれば、ね、本当に本望でございますよ、ありがとうございます、ね、チャッキーは、ね、ご存知、鈴木雄大さん、はい、あの先ほど伺ったところによりますと、はいはいはい、そうなんです、かなりの重要人物だと、そうです、ね、いや、何度も何度も何度もあの歌を聴いていたので、おご本人だとは、おら、存じ上げませんで、参ったね、はい、どうする、びっくりしましたよね、球場で、あれ2004年ぐらいに確か最初にできたはずなんですけど、そうなんでしたっけ、はい、もうあの本人より知ってるんじゃないどうなってんだよ、野球場へ行こうの歌ね、はい、歌ってるんですよ私、野球場、うん、野球場、それは事務局じゃないですけどね、あ、そうなんだ、うん、野球場で聞ける、あの7階の裏かなんかだっけ、7階の表か、流してる球場は少ないです、今は、そうなんですよね、であの放送 J スポーツとかいう CS の、あ、そうなの、あのチェンジの時とかでよく流れて、 J スポーツとかかな、でよく流れてます、なんでよく聞いてます、え、じゃあ J スポーツ見てるんだ、はい、あ、契約、はい、いろんな手を使って、あ、でもナイターとかほら、はい、ダゾンとか、ね、プロ野球とか専用チャンネルとか ないあります、あるんだ、あの阪神だけを放送しているトラテレというのがありまして、携帯今ニヤッとしたね今阪神で一瞬引っ張って、はい、あ、トラテレ、はい、分かりやすいね、トラテレ、うん、はい、そういうのを、トラックばっかり流してるってことじゃないんだねトラテレってマニアックですね、それはだいぶ、それもマニアックだよ、はい、でいろんなマニアの人いるから、そうです ね、もう鉄塔マニアとかさ、もう鉄塔さえこういう風に写真写してりゃ俺幸せだみたいな、もういたんだよこの前、いるいる、ね、いるよね、あとあの鉄塔と結婚しようと思ってるよね、そうそうそう、鉄塔ってね結構ね、あながちね、うん、放っておけない存在なんだよ、びっくりしたんだよ俺は、うん、そうなんだと思って、あと甲冑マニアでしょ、はいはい、ね、甲冑も結構ねいるんだよ、あ、兜とかさ、うん、うん、なんだろう、わかんないけど俺は、違うから、ね、うん、まあ、ありますね、ダム好きな人とか、あとあの曇り空の団地とかなんかいるんだよ、すごいよね、カンカンに晴れしちゃダメなの、ちょっと曇り空でなんか天候が怪しくなった、裏ぶれた団地ばっかり写真撮ってる人とかいるんだよ、ね、すごいよねやっぱり、うん、いやもう何の話だっけ、うん、すごいよね、すごい、トラテレじゃなくて、ああ、トラテレね、そう、トラテレだ、うん、トラテレそのがあって、それ結構もう視聴者がいっぱいいらっしゃるんでね、はい、うん、そうです、 なのでよく歌ね、聞いてた、はい、聞いておりました、なんだ、うちの実家でも、あの、あ、うちの弟も漏れなくめちゃくちゃ見てるんで野球を、あ、そうなんだ、漏れなく何度も聞いて、なんだ、あの声の人がと、そうですね、あら、まいったねあ、いや、判明してよかったよね、はい、うん、一つ謎が解けて、自己申告させていただきました、うん、さあ、ね、鈴木雄大さんなんですけども、昨年ね、そう、久しぶりにね、久しぶりにね、何年ぶりですか、17年ぶりになっちゃいましたよね、オリジナルのアルバムを、ソロアルバムっていうのを、ね、5月6日に去年出しまして、ね、その前がだからね、2007年ぐらいだったと、そうか、いうことになるんです、ね、それは、やっぱりこういうニューコロナウイルス的な、あ、ね、あまりね関係なく、あ、関係ないんだ、うん、みんなほらそういうふうにご時世になったから、あ、じゃあ創作しようとか制作しようとか、うん、本当ね35周年っていうのが
その前の年ぐらいに会って、でその時にね、あの雄大祭りっていうのを下北のライブハウスでやったんですけど、その時にあのこう胸を張ってドンと発売っていうつもりだったんだけど、うん、全然間に合わなくて、まあそんなもんなんだね。でまあどんどん後ろにずれ込んでいったのがようやく去年出来上がったという感じだったんですよ。でもなんかねその方がなんか納得して出す作品と ね、 あのいろんなね人に手伝ってもらってやってるうちに、あのみんな忙しいもんだからなかなかいつまでたっても戻ってこないやつみたいな、進まなかったみたいなね。ようやくどうなでもね、メインの、ね、アーティストとかメインの方々はほらそういうね、こういうご時世になったらさ、そのね制作とか創作とかね、そのなんだろう、こもる感じでこもってます ね、 最近 ね、 ね、うん、あるけど俺らはそういうのないからさ、こもってちゃ困っちゃうもんね。そうなのよ、だからもう制作創作っても料理ぐらいしかないから、俺はさもう、うん、結構枝豆とかね、うん、あのね結構ね新しい料理を作ったね。あ、そうそう、はい、うん、あのきくらげ炒めね、中華の、うん、きくらげね、卵入ったやつ、うん、生きくらげっていうのが売ってる動画あってさ、今さすごいなと思って、それとミニトマト、プチトマトを半分に切って卵で、はい、そのごま油で炒めんだね。ね、弱ったねこんな時間に、ね、うん、うん、そのぐらいのね創作制作ぐらいしか俺らはね、うん、あれ俺何の仕事してたんだっけみたいになるよね。なんかありますチャッキーとか。まあでも仕事量が減ったぐらい基本的に、まあ、そうですね、そうだよね、大きいお店ほどできない感じになってて、まあそうか、大箱ほどね、大箱は、うん、困ってるんだよね、うんうん、飲食店もそうだもんね。そうですね、そうだ、今のさご時世飲食店の軒先になんかさ食べ物置いてさ飲食店だって言い張ってさね、それであのねお金取ろうみたいな、そういう人までいるから、あね、それはでもいい考えだなと思ってさ、俺もやれよかったなと思って、ちょっとなんかね、あ、ね、うん、さっきびっくりしたよ。でもあの このご時世になって、はい、あの僕も料理のレパートリーがちょいと増えますよ、ね、そうでしょ、ね、うんうん、でもさ誰にあんまり人に会わなくなったでしょ。そうね、もともと会わなかったんだけど、あんまり、あ、そうなの、うん、だからあのオタクだから、あ、ね、なるほどね、だから、うん、だからそんなにこう変わった生活になったわけじゃない。あ、そうなんだね、うん、だからでもだから料理 の、 あの今度あれ作ってくんないとかね、おうおう言われて、おうおう、はいはいっつって、ね、でも料理はやっぱりセンスだね、うん、料理ってやっぱり、ね、美味しそうだね、うん、よく言われるのよこの体型でさ、ね、うん、あの昔現場でよくさ、あの何コックさんとか、あ、うん、そういうのやって、俺がやっぱり一番ね美味しそうに見えるって絶対、うん、ね、分かる、うん、まあ子供さんにいてビッグダディ系だったからね、あ、もうガー料理作ってガー食わしてみたいな、ね、夏休みはもう料理当番になるわけじゃない、なるほど ね、 ね、もううん、じゃあもういっぺんに食えよお前らみたいに、もうちょこちょこ帰ってきてさ、もうめんどくさい思いをね毎年して、何の話だっけえ、あ、トラチャンネルそれはもう終わったのか、はい、うん、そうか、なんかあります、そのニューアルバムは、あ、ニューアルバムの話でしたね、うん、また元に戻んだってさ、ね、そうですね、だからね、あの今回のアルバムは、うん、まあ、17年ぶりっていうこともあったんだけど、今まではこう割とまあ自分一人でこもって作るみたいな感じだったんだけど、今回はあのもういろんな人と一緒になんかねやりたいなと思ってて、でいつもバンドで一緒にやってるし、あの鎌田清さんとか、おお、清さんね、 OS、 あの岡澤茂さんとか、茂さんね、マック清水、あ、はいはいはい、西本明とか、はいはい、あとセンチの杉井さんに細井さんとか、あ、すごいメンバーだね、うん、もちろん伊豆田君にも手伝ってもらったし、遠藤京子ちゃんにも手伝ってもらったし、あと久保田君と佐伯健三さんと田口俊さんと、久保田君って、あの久保田春夫、あと誰だろう、あ、
鳥山裕二、まあ、同級生なんですよ。すごい話だね。森俊之、ミッキー T、ね、素晴らしい顔ぶれだね。あ、浜田美樹ちゃんと、うん、いろんな人に手伝ってもらって、それであとね、今回初めての試みで、はい、まあ、普段自分で曲詞も作るんですけど、うん、はい、今回のアルバムはね、杉正道さんにちょっとこういろいろなアドバイスを、この曲はもうちょっとこうしたら良くなるよとかね、はい、そういうことを、ね、飲んだ席でとか、まあ、相談してんじゃなくて、ちょっと、あ、そうなんだね、飲む前に、うん、アドバイザー的な、そうそうしてもらってですね、これがまたね、うん、杉さんも忙しいから時間かかっちゃって、ああ、ね、うん、でだから話聞いたらまた作り直してまた聞いてもらうじゃないですか、うん、だけどまたその返事返ってくるまでに時間かかってるから、そうか、なかなか、ね、それがポンポンポンね、行けばね、そうそう、進むんですけど、うんうん、一方通行的なキャッチボールできないから、なかなかね。それでも、まあ、でもあ、なるほど、さすがポップス一筋40年のなんか納得するところがありました、ね、うん、いろいろありまして、うん、おお、そうかそうか、みたいな。あ、そうなんだ。で、僕ほら、どっちかというとやっぱり一曲5分超えちゃうことが結構多い、詰め込むタイプ、うん、うん、でこう展開しちゃったりとか、ね、うん、はいはいはい、いて帰ってこなかったりとかするんで、うんうん、結構5分超えることが多かったんですけど、杉さんは絶対3分半ってね、こだわってるじゃないです か、うん、かそういうとことかね、整理整頓ね、うん、ややこしくしないみたいな、うんうん、なんかそのポップスの王道みたいなとこちょっといろいろ教えて、ここは美味しいから2回繰り返してもいいけど、これはこれ以上やっちゃダメだとか、いいんですか、そこんなとこまで口出させてなんていや本当にね、頼め、ためになって、でね、こんなことを杉さんにお願いしてもいいかなとかって言ったら、うん、結構喜んで、ああ、そういうの好きなのとかって言って、あ、俺にやらせろみたいな、そういう感じで引き受けてくれて、それもまたね、良かったんですけどね、うん、なんか、大学の後輩だと思ってるんですかね。そうかも。あ、まあ実際そうなんですけど。あ、まあね、うん、卒業してもしない、いないくせに。ね、でもね、慶応って俺一回正俊さんで、中村正俊さんで三田祭に行ったことあるんですけど、すごいよね。もうありとあらゆるところでさ、もう著名人やらいろんな方々がいて、向こうでは深川さんがいたりさ、もういろんなバリエーションがあってさ。すごいよ、びっくりしたね。あともう駅のね、ずっと一本道というか、もうあれもやっぱりマンモス校っていうか、その上下関係と、あとやっぱりその人、なんだろう、カテゴリーみたいなのが分かるよね、うん、なんかね、うん、なんかそのちっちゃいね、下町のその枠じゃなくてさ、もっと大きいなんかさ、うん、だってもう普通にさ、スポーツなんかやってればさ、上下関係の先輩のあれでもう就職なんてね、 OK っぽいじゃない、なんか早稲田慶応 ね、うん、すごいよね、ほらもう分かんない世界だね、うん、あんまりでもそういうのに恩恵は私は受けてないですね、僕らはね、受けないですもんね、うん、まあ、鳥山君がお友達でよかったなって時々思うこともありますけどね。あ、すごいよね、同級生ってさね、え、うん、います、なんか同じ系列の学校。いないです。俺高校でだって先輩が円楽師匠とさつきみどりさんしかいないからさ、うん、いいじゃないですか、ね、すごいですか、優勝正しい感じで、優勝正しいかね、円楽師匠、そうなんだね、うん、なんかとりあえず、83年ぐらい、うん、82年だっけ、デビューは。デビューは82年、2年か。同期はどんな、うん、村田さんとか阿部康弘、稲垣淳一さんも82年デビューなんですよ。あ、その辺みんな一緒なんだね、うん、へえ、すごいね。僕は最後の方なんですけどね。あ、11月とかあの辺で。あ、月なんだ、うん、いやすごいね。でもね、だからその男性、ゴーン・ザ・サマーっていうのは、それはね、うん、その2年前に80年出たね、うん、でその時はね、どこの事務所にも入ってなくて、ミスタースリムカンパニーっていう、はいはいはい、ロックンロールミュージカルの劇団のバックバンドをやって、当時はもうキッドブラザーズとね
2つもすごいもう結構人気あるよね。ね、お笑い系はボードビルと乾電池っていうのがあってさ、はいはい、ね、もうそのロック系のイケメンかっこいい系はだってミスタースリムとね、うん、だから、ね、そこ出身なんでしょ。だから役者もやってたよね。まあちょっとね、うん、あのずっと後ろでこうやってみんながこう芝居の稽古してるのを見てたから、ああはあ、はあ、へえと思って、あ、それで演技ちょっとやってみって言われてやったことはちょっとあったけど、全然あんまり、いやでもやってみっつってできるってやっぱりそのね、やっぱ考えんだね、分かんない、うん、でまあその時はだからまだその芝居とかや全然やってなかったけど、はいはいはい、後ろでやってて曲提供とか影歌とか歌ってて、あで、芝居の前に前座っつって自分の曲を歌っていいよってよくやってたんですよ。でその時歌った曲が「ゴーン・ザ・サマー」って曲があって、で役者の中に中西亮太さんっていう人いるんだけど、はい、その人が詞書いてきて、これに曲付けてくれよって言ってね、で作ったのを歌ったんだけど、でそれが、まあ、当時ミスタースリムカンパニーがポリスターレコードっていうところからレコード出してて、はい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 、で何枚もアルバム出してるんですけど、はい、でまあその何例えばその役者の彼を売り出そうみたいな、はいはいはい、そういうシングルがたまに出たりするんですよ、はいはいはい、でその中でなんかその「ゴン・ザ・サマー」っていうのもシングルになって、はいはい、で僕がそれをまあ、歌ってたんですけど、最初ね中西亮太さんが歌うのかなと思って、で僕はあのほら役者じゃないし、あのミスタースリムカンパニーってこうロックンロール劇団だから、あの僕全然ロックンロールな人間じゃないし、あの違うと思ってたんで、まあその事務所にもね所属してたつもりじゃなかったんで、そんな僕のレコードが出してもらえるなんて思ってなかったんだけど、あの蓋開けたらお前を歌うんだよってことになってて、あらそこだったんですか。その時、ギタリスト、うん、あのバックバンドのギタリストで、編曲が高島さんってあのギターの、あ知ってる、あのスタジオの、そうです、ね、何回か録音ご一緒して、もうね、すごいギター、ね、で、まあ、それが82年で、はい、まあその後、いやそれ80年で、82年に、あ80年で、うん、その後ね、僕ミスタースリムカンパニーからちょっと抜けて、はい、で自分でこうシンガーソングライターとして、まあ、やっていきたいなっていろいろこうデモテープ作ったりしてたんですよ、はい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 、でその中でその時のポリスターの時のディレクターの人が、はい、あの僕のことをちょっとこういろいろね助けてくれて、あでいろいろなコマーシャルに使って歌わせてもらったりとか、はいはいはい、あと宮本のり子さんのアルバムでデュエットをさせてもらったりとか、それはすごいよね、うん、素晴らしかったそれ、うん、あのなんと市川秀夫さんのアレンジで、あすごいね、かっこいいアルバムだったんですよね、大御所のね、そうそう、うん、それでね、その時のアルバムを持って、そのディレクターの人が宮本のり子さんの曲を発注しに徳倉さんのところへ、徳倉俊一さんのところへ、はいはいはい、音源を持ってって聞かしたら、この一緒に歌ってるやつは誰なのとかっていう話になって、でその人はそこでニヤッとこういうやつがいるんですよって言ってね、僕を紹介してくれたのがあのデビューのきっかけで、それで82年に出たんですよね、いやすごいね、デビューアルバムが、うん、そういう、それを目的にその方も行ったのかな、徳田さんのとこ、そういうこともあるだろうと思ってたかもしれないね、うん、本当にその人には感謝して、うん、でレイニーサマーなの、うん、ボーン行って、そうでそのレイニーサマーは2枚目のアルバムに入っているんですよね、はいはい、雄大ってやつ、はい、このねアルバムがいいんですよ、ありがとうございます、うんうん、ジャッキーの一回聴かせて、もうベーシストは絶対聴くべきアルバムだね、あのベースはすごいよ、そのやっぱり80年代のおなんだろう、世の中は割と AOR みたいな世界観が、はいはい、あね、70年後半から、うん、ミドルマンとかあの辺が出てきてあったんだけど、はい、これ83年のアルバムはだからいろんなねジャンルの曲が入ってるよね、うんうんうん、にちょっとライブっぽい、ね、はい、曲に
ね、作った2曲目とかさ、うん、あと、ミッドナイトチャンスとミッドナイトコーリングとか、ね、ちょっとあのなんだろう、そうね、あの辺はもうデビュー前に作ってあった曲で、その最初の徳良さんのプロデュースしてくれたアルバムはあの半分以上徳良さんの曲だったんですけど、まあそれもね素晴らしい曲ばかりで、あのピンクレディやあのペドロ&カプリシャスの名曲を作った人がこんな AOR の曲も作れちゃうのみたいな、そんなアルバムだったんだけど、でまあそれでまあデビューしてライブいろんなとこやって、でまあデビュー前に作ってた曲なんかもねこうわーって演奏して、でまあそのライブでやってる自分の曲をまあ2枚目のアルバムに入れるみたいな感じになって入った。いやでも素晴らしい、もうオッケーがすごい、もう歌もねいろんなジャンルの曲が入ってて、もう聞かせたいね。ベーシストもベース結構ねワクワクするんだよ、ベースラインだけ聞いてても、ね、あれはもうすごい素晴らしいよ。でミラクルオブラブとかもうすごいあのアコースティックな曲も入って、ね、よく知ってますね。知ってますよ私は。もうだってそのもうこの人ねあのすごいのよ、音楽性がなんか、うん、僕の一つ年下なんですけど、もうなんでこんなに完成度が高いのかなみたいなのをずっと僕はね実はそうなんですか注目してましてですね、うん、表だってあんま言わないですけども、ね、うん、ありがとうございます。いやいや嬉しい。いや本当にね、うん、もうびっくりするよ。なんなんだ、今日はだからねそれをもう問い詰めようかなと思ってなんでそんななんだろうみたいなさ あるじゃない、やっぱりそう不思議な、うん、ね、うん、でそのそうそう、じゃあ、そのね久々のオリジナルアルバムから曲をやりますか、ね、やってみましょうか。ね、もうこれはこの曲はね、はい、このアルバム作るのに、はい、あのやっぱりさっき杉さんにいろいろアドバイスもらったって言ったじゃないですか、はいはい、杉さんがねあの雄大あのボビー・コールドウェルド好きでしょとかって言って、うん、好きですよって言ってあれみたいな曲やんないとかって言って、あ分かりました、それいただきとかって言って作った曲がこの曲なんですよ、うん、だ一番、まあ、今回のアルバムの中では新しい曲なんですね。あなるほどね、うんうん、すごいね、スイ君も ねお題ちょうだいみたいなあの、ね、大喜利で言う、うん、ボビー・コールドウェルなんだね。そうそう、はさあどの辺にボビー・コールドウェルが感じられるかじゃあ聞いてくださいね、やってみましょうか、はい、はい。
束束しなくても手をつないだらそれは完璧なハーモニー宇宙に響く世界はラブソングいつも誰かが歌ってる信じてる自由なラブソング全ての愛の願いは叶う Be as far Feel the magic 奇跡は最初から In your body 君に訪れてる Feel the music 愛が聞こえるなら生きてる I say 溢れる Love song 君と出会えた幸せは半端ない無限の Love song 愛の光は世界を包む愛が聞こえるなら Feel the magic I say become true ありがとう世界はラブソングでした、はい、それではちょっとここで換気タイムね休憩をいただきます、はい、はい、ではちょっとここでブレイクタイムとさせていただきたいと思います、はい、ご視聴いただいている皆さんもですねちょっと目や体の疲れをですねちょっとほぐしていただければと思います。はい、私の方からですね一つお願いがございます。お店のホームページにですね応援ショップというページがございます。そちらからですね皆様のお気持ちとして、応援チャージをしていただいております。ぜひぜひ今日の配信がですね楽しかったという方は、はい、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、パソコンの画面からですとこちらからお進みいただけます。そうですね、でスマホの画面ですとこちらからとなっております。はい、ぜひぜひ温かなご協力をよろしくお願いいたします。それではですね、次のステージ8時40分ぐらいからですね、はい、始めさせていただきたいと思いますので少々お待ちくださいませ。
しい僕たまり折れそうになる自分で知ってて何してるのか矛盾のせいで胸がドキドキするそんなやり方でいつも遠い明かりを目指してるゆっくりついてくる月終わらない自由が僕の背中を押してる聞いていただきます。かっこいい曲ですよね。この曲のアレンジは、うん、鳥山雄二君に、ね、頼んだんですよ。すごいね、うん、あの最近のね、うん、ヒップホップ系の、ね、うん、あるリズムのよれた感じね、うん、もうわざとそういうね、そうそう、うん、なんかもうその顔を黒くしてやれた曲ですよね今ねうるさいけど、うん、いやもうその意図が非常に分かって非常にかっこいいですよね。かっこよかったんですよ、うん、もうね、だから鳥山君は高校生の時からもうね、あの同級生の頃からそのもうプロのね仕事してましたからね、うん、そうね、うんうん、ちょっと学校の中ではもうちょっと手の届かない別格だよね。あ、俺あの坊やの時にあのブレッド&バターの現場でギター弾いてましたから。ああ年下なのにブレッド&バターの坊やだったの。いや、あの私師匠が、あ師匠がね、うんうん、だからあの辰岡さん美佐子さんね、あ、うん、だリトジョージとかもあの辺も行ったことあるし。ああそうですか、うん、いや若いのにすごいなと思ってねえ、うん、すごいよね。まあ、でも僕も、まあ、デビュー
しましたけど、はい、その時にはすでにもうね、ヒッポリダコンのアレンジャーだったから、ね、うん、もうね、もうあの年で先生クラス、ね、もう相手にしてこられなかったんですけど、だんだん年を取りに従って彼も丸くなったんでしょうか。あ、みんな丸くなっていきますからね。最近ちゃんと、うん、遊んでくれるようになりました。 あとほら、ズーム飲み会とかさ、はいはいはい、高校生の時 の仲間がやろうぜっつって、へえ、でそこにね、鳥山君も顔出して、普通に普通にいるっていいよね。ほんでね、まあ一緒にじゃあ今度ねまたバンドやろうぜみたいな、おやったりとかね。素敵ですね。ね、いやそれ面白いよね。うん、やっぱそのなんだろう、年を重ねてきたから、うん、あ、なんできるっていうか今面白いんだよね。そうなんだよ、うん、そうなんだよ、うん、でもその、ね、鈴木雄大ミュージックっていうのは、まあ、チャッキーはね初めてかもしれないけど、そのなんだろう、そのさっきも言ったけど、そのアルバムを聴かせたいんだけどさ、2枚目ね2枚目のね、雄大ってアルバムなんだけど、はい、うんうん、まあ、ベーシストをね、もう全国のこれを、ね、ご覧になったベーシストの人にぜひおすすめしたいな、一番ベーシストには聴いてもらったアルバムだな、はい、僕なりな解釈だと、うん、まあいいんですけど、いい曲ばっかりでね、はい、うん、なんでこんなに何を聴いたら興奮になるのかみたいなあるじゃない、ね、フェイバリットは何みたいな、はいはい、何を食べたらそんな体になるんですかみたいなさ、あるじゃないですか。なんかその NBA 選手とか、最初はまあフォークから入りましたけどね、うん、まあ俺らのね時代は、うん、拓郎さんだとかそういうのがわー出てきて、はいはいはい、で赤い鳥聞いてたりガロ聞いてたりとか、うん、ガッツの時代、ガッツ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 ガロか、うん、はい、新風ジャーナルとかね、あ、はいはい、見てましたよ、うん、雑誌をね。ほんで、うん、まあ、なんだろう、吉田拓郎さんとかそういうフォークから入ったんですけど、はい、まあ、だんだん、まあ、ハッピーエンドやら、あ、達郎さんやら、あ、そういうもの、まあ、ナイアガラ系も大好き、あ、ね、電気系なんだろう、うんうん、まあ、大体一緒だよね僕らの世代はみんな、うん、そんで、まあ、その同時進行的にバファロースプリングフィールドだとか、あ、洋楽関係が、カントリーとか、うん、リズム&ブルース、ジャズとかね、あ、はいはい、いろいろ聞くようになって CSNY 聞いたりとか、うん、あとオールマン聞いたりとか、あ、はいはい、クルセイダーズ聞いたりとか、うん、で、まあ、ソウルミュージックもいいよねとか、あ、でブルーアイドソウルっていうのが出てきたねとか、うん、まあ、そんな感じで、うん、とにかく、まあ、耳にこう引っかかってくる自分が好きだなと思うものをとにかくこういつもね探していたって感じですかね。それの影響なのかな、スティービーとか。スティービー大好きだ。そうね、はい、だニュアンス的にあとなんだろうなと思って、うん、でもなんだろう、ケニー・ロギンスとかね好きだな。あ、してる、はい、してる。いいですね、あのその頃はロギンさんとメッシーナっていうね、うん、2人でジム・メッシーナっていうのとね2人でやってて、ね、でソロになって、はい、うん、ずっとずっとケニー・ロギンスはそのロギンさんとメッシーナの頃から、あ、この曲、この人の曲好きだっていう、そのジム・メッシーナっていうのはポコっていうバンドの大方なんだね、うん、いわゆるそのアメリカのなんだろう、カントリーからのロックみたいな流れがあって、うんうんうん、ポコもよく聞いてた、ポコもね、ライブのね、あれも名盤でね、うん、だから僕らね、うん、ほとんどね同じだと思うんだよね、うんうん、僕もフォークで、まあ、拓郎さんと、まあ、NSP まで行ったんだけどね、拓郎さんから入ってブルーアイド、ブルーアイドの匂いもあるよねやっぱね、うんうん、ブルーアイドって60年代のラスカルズとか、あ、まだねヤングラスカルズって言ってた頃のあれブライド、それからあのスリードクナイトとか、はいはいはい、ね、白人の、白人って言っちゃあれだけどね、うん、あのいわゆるあのブラックミュージック追求系の、うんうん、まあ、ビージーズも一つそうなのかな、あの、まあね、っていうね、あれはちょっと気持ち悪いけどね裏声街道ですか、うんうん、スペクトラムみたいなもんだよね、まあすごい人だよね、いやすごかったですよね、ビージーズは本当に、ね、でも
ああいう風になる前もすごかったけどね、あの人たち ね、うんうん、67年のデビューは、はい、そう、あのそれでね、1枚目がすごいいいサイケデリックミュージックを意識したアルバムなんだけど、あのいわゆるほらサージェントペーパーズってアルバムが、はいはい、もう超有名なアルバムが出たら、うん、みんなねそっちに向くわけよ、あ世界中が、そのスタジオで撮りたいとかね、うん、でもそのねジョージ・マーチンの威力っていうのがねあるとないじゃ大違いで、確かにねやりたくなかったけど、ね、ジョージ・マーチンがいないとこうなるのかみたいな、でも1枚目いいんですよ、ビジーズの1枚目、機会があったら聞いてみて、はい、わかりました、うんうん、あの、はい、マサチューセッツが入ってるアルバム、あマサチューセッツ、うん、でその後に、なんだっけ、あのマサチューセッツじゃない、ホリデーが入ってるアルバム、うん、でその後にマサチューセッツっていうのが来るんだけど、うん、ビジーズね、うんうん、でもほとんどでもその料理もセンスって言ったけど、やっぱりそのなんだろう、自分を通して創作するセンスなのかな、よくでもさ、それ聞いてみないとね分かんないのよ、前にあのミスター・チルデンの桜井くんに言ったら、はい、そのフェイバリットは、ね、はい、浜田省吾さんって言われたから、ってどこがだよみたいなあるじゃない、なんかね、え分かんないって、やっぱ聞いてみないとさ、ね、舘ひろしさんだってあうってあれブライアン・フェリーが好きだって、あそう聞いてみないと分かんないじゃない、あそうなんですかって、うん、あの武田鉄矢さんのあの髪型だってね、あの福岡時代の時にグランドファンクのコピーバンドをやってたって、そうなんですかって、マーク・ファーナーなんだ、ね、マーク・ファーナーなん分かんないじゃない、ね、それ言われてみなきゃ分かんないから、うん、ねグランドファンク武田さんの、ね、グランドファンク聞きたいなって言ってたら、周りのやつがいやそれよりもマーク・ファーナーの金八先生見てみたいよねってなっていやそれちょっと話違うんじゃないかってなってだからね、聞いてみないと分かんない、そうです ね、うん、はい、でもいろんなのがあるんだよね、うん、ユダの中ではやっぱさ、それのミックスでユダミュージックが出てくるから、うん、それはでも面白いよね、うん、やっぱり、ね、あとはね、やっぱ歌謡曲、あやっぱり、はい、子供の頃はね、そうだよね、俺らもだって歌謡曲がメインだったから、うん、うん、時代的にさ、うん、やっぱね、60年代70年代は広田美恵子とかさ、そう、別れの朝とかね、ああペラーのカムシャスね、 あと、まあ、堤恭平さんですよね、恭平さんもね、はい、うんうん、まあ、テレビっていうメディアしかない、ラジオもあったか、うん、でも一番やっぱり音楽が流れてた時期だもんね、歌、ね、うん、番組いっぱいありましたよ ね、うん、やっぱりそれはやっぱメインは歌謡曲、うんうん、そっから入ってって、まあ、ラジオの世界でいろんなものに、ね、出会っていった、はいはいはい、うん、そうだよな、面白いよね、なんかね、うんうん、その型のフィルター通すとこういうのが出てくるっていうのがさ、やっぱ人によって違うからさ、はい、面白いよね、うん、なんか謎がまだ分かんないけどね、ユーダミュージックの、ね、ね、ルーツは何だろうなと思って、なんだろうな、うん、でもそういう歌謡曲とかフォークとか洋楽とかね、洋楽でもほらさっき言ったのは結構60年代とかね、割と、でも俺青春期は70年代じゃない、そうですね、俺らはね、うんうん、でも70年代やっぱりいい時代というかさ、うん、ね、もうびっくりするが、もう70年代の幕開けってやっぱりさ、60年代でビートルズが解散しちゃったので、みんなやっぱりあの位置を狙ってガーってパワフルになってくんだよね、もうそのフォーウェイストリートがあって、うん、アトム・ハート・マザーがあって、70年代の幕開けってさ、すごいのよ、あのみんなやっぱりアメリカもイギリスも、うんうん、ラズベリーズとか ね、 ね、うん、あの辺のやっぱりなんだろう、すごいやっぱパワーがあって、目まぐるしく音楽が ね、 ね、でブラスロックが出てきてさ、はいはいはい、ね、シカゴ BST 出てきたり、うん、70年代、80年代になるとね、なんかね、そのパンキッシュなね、ニューウェーブになっちゃうから、もうロックは死んだとかになって、まあ、クイーンはありなんだけど、うん、それでまたちょっとね、90年代になるとちょっともうやたらのやかましい音楽、ね、ちょっと耳障りのあのオアシスブラーとかが来るから、あのいわゆる初めから音潰してるサウンドになっていくわけよ、うん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 、俺らやっぱりなんかね、あの80年代70年代の
70年代の向こうの、ね、ソウルのクラシックとか60年代だってすごい聞きやすいさ、うんはいはいあね、うん、耳障りのいい、うん、なんかノイズっぽくなっていくんだよね一時ね、うんまあ、メロディーも、ね、なくなっていくんだよ ねもう出尽くしちゃったのかな。どうなんだろうね。なんかギターリフとかさ、うんうん、最近あの僕も子供がいて、はい、大学生なんだけど、はい、80年代の音楽にハマってるとか言ってるんですよ、うん、あれ80年代俺ほらみたいな、ね、知るかよみたいな感じ、うん、知るかよってあ知るかよでもほらあのやっぱりあのそのいろんな今はないあんまりメロディーがね、はい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 、あるじゃないの、あるよね、そうすると、うん、いやいいねとかって言ってて、あ、まあ、そう好きなのこういうのみたいなね。だからほらなんか全世界でね日本のなんか80年代の、ね、ミュージックが、ね、あのシティポップだの松原美樹ちゃんとか、うん、歌われてたりね、うん、真夜中のドマって言った人がいましたけど真夜中のドアとかさ、ね、あの辺がもう世界中で聞かれてね、うん、竹内まりやさんとか、うん、田中さんとかさ、はい、80年代のあの辺やっぱりきちんと作ってるもんねやっぱね、そうだよね、うんうん、あれがねいいよね、まあ、今は記事を作ってないとかじゃないんだけど、うんうん、なんかでも逆にそういうラウドな人たちも今そういうの聞いたらいいなと思ってだんだんこう丁寧になっていくのかな、丁寧っていうかクリーンになっていくのかな、どうなんだろうね。でもなんかその今まで一切関わってないジャンルを聞くとなんかいきなりなんかハート掴まれちゃう時とかあるじゃない、なんかさ、うんうん、もうあのナイトホークスとかガーやってたあの今あの南波さんと戦争ファンダとかやってるもうドロックの小樽出身の松本ってベースがいてさ、それがなんかさあのチューリップの解散コンサート行って泣いてたりさね、俺らもそうだったじゃん、ロックとかってたけど陰でほらカーペンターズとか加山雄三さんとか聞いててさ、それ恥ずかしいからみんなに言えない、あるあるね、そういう時代だったもんね。それであとそのラジオ深夜番組ラジオのねあの辺のジェネレーションだから、うん、イサリバンスマとかかかるとさスーパースターとか、うん、カーペンターズっても品が良すぎて言えないわけね、なんか下町じゃちょっと言っちゃうとバカにされんじゃないかみたいなさ、うん、何そうなんだよね、うん、だからもう結構もうあのなんだ骨っぽい感じの音楽しか言わないとかさ、うん、なんかねあんまりなよっとした感じは言わない感じだったんだけどさ、うん、で隠れて聞いてる、ね、うん、阪神ファンとかそうじゃない、どういや表だって言わないんだけど、ね、表だって言わないんだけど飲み会とかでさやっぱりでも阪神、いや実は俺もそうなんだよねって結構か隠れが結構いっぱいいてさ、関東はね、あそうかそうなんですよ、そうか関西はもう阪神ファンの前提で話が進んでいきます、逆なんだそうだそうだ、うん、あそうかそうかな、はい、関東はちょっと隠れてます、あ今隠れてるの、隠れてます、やっぱねお膝元なんで、あーまあね、でも結構多いんじゃないの、はい、うん、多いよ多いです、うんうん、でも表だっては言えないんだよね、はい、まあね、うん、いろいろ貼ってますけど、シールステッカー貼ってますけど、はい、うん、あこれは、うん、分かんないところに貼っていて、うん、見つけられる、ね、これ友達のだとか言って自分に不利になることはね一切空気を読みつつ、なるほどね、はい、大事だよね、読みつつ、はい、うん、大事大事いやいやいや阪神ファンの方が好きかも俺、でもああジャイアンツよりもなんつって、はい、まあジャイアンツはね結構なんだろう、うん、東京でもアンチ巨人軍の人結構いると思うよ、うん、俺もそう、やっぱそう、うん、楽しいんだよなんか、うん、うん、我が巨人軍は永久に不潔ですとか言うとさ、ね、うん、そうなんだみたいな、うん、でもヒーローですよやっぱ長嶋さんとかさ、ね、王さんとかさね、選手一人一人はさ、はい、うん、原辰徳は俺同い年だから、あそうですか、ね、うん、原監督、監督、うん、阿部薫とか知ってる、知ってる、うん、太鼓の、うん、あいつ同級生だから東海大の、あそうなんだね、うん、青山純さんって亡くなった、はい、初っ端のいわゆるテクニシャンですよ、うん、お手伝いの、うん、ね、青山さんがもう若くしてトップドラマーになっちゃったから初っ端のアシスタントが僕と同い年なの、はい、うん、へ、で阿部薫ってやつがそのさもう空港でさ一回ばったり会ってさ、うん、向こうが「おお阿部」なんて上から目線でさ
お、ハラッチなんて、ハラッチってちょっと待ってよと思って、プロ野球ニュースでも聞かないような、ハラッチっていうのって、うん、そういうね、ドラマがいるのよ、同級生、うん、ねえ、うん、びっくりするよね、うん、さあ、何の話ですか。あ、この状況下でね、21日にね、宣言が解除されるみたいなんですけども、ね、今後のなんか、あの、コクっとく、なんか告知系なんかあるんですか。コクっとくことですね。誰か好きとか、あの、コクじゃなくて。はい、読みます。はい、4月11日日曜日、はいはい、祐天寺 FJS にて、はい、ゼブラワン、ね、僕ちょっとやってるユニットがありまして、はいはいはい、エリちゃんっていうお姉さんと。え、エリちゃんってあのエリちゃん、どのエリちゃん、旦那近藤エリちゃんっていうね、旦那ベーシスト、あ、そう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 、ああ昔一緒にやってたの。あ、そうなの、うん、メガネのね、セントルイスみたいな顔して、はいはいはい、あ、そうなんだ、うん、へえ、ゼブラワンの、ライブが4月11日日曜日、祐天寺 FJS でございます、4月になればゼブラワンね、あ、なるほどね、そういうタイプがあるね。そして、鈴木雄大さんのソロライブが4月23日金曜日、横浜パラダイスカフェ、あ、パラカフェ、はい、原さんとこ、それと4月28日水曜日、渋谷の七面鳥、一面長、こちらで、私のソロライブがあります、はいはい、この時はですね、あのパーカッションマックシミルさんと、キーボードに、細井豊さんが、はいはいはい、来てくれてですね、まあ、細井さんのいっぱいキーボードとマックさんが、はい、一生懸命パーカッション、まあ、あの2人いればね、断られちゃうとこあるもんね、ほぼね、あの、うん、それでも何でもやるから、まあ、3人とは思えないような演奏になりますから、ね、もう本当にね、あの細井さんいると、あの上門とベース両方やってくれるんで、びっくりするんだよ、コーラスもやってくれる、サックスまでやるしさ、うん、俺の休憩から帰ってきたら俺のところでコンガ立たしたからさ何でもやるんですねみたいな、うん、ね、楽しそうにやるんですよ、うん、あの人ね、すごいよね、うん、大事な、ぜひ皆さんいらしてください、うん、お待ちしています、うん、いや、でもね、なんかサウンドを想像しただけでなんか、そしてこれも楽しいよね。ね、ちょっと言うの。アルバムね。アルバムです。うん、昨年の。うん、ぜひ。これはアマゾンでも買いますのでね。え、あと私にメールくれれば、あの、送ります。はい、あ、はい。今日はそのオープニングをね、先ほどやってね、うん、あとタイトルのやっぱり君の場所ですよね。あ、そうですね。うん、それはなんかどんな感じの。この曲、イメージというか、この曲はね、うん、みんな大事な好きな人とかいるじゃないですか、はい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 、あと、仲のいい友達とか、はい、そういう人に会うと、例えばそのだいぶ久しぶりに会っても、うん、なんかいつでもそのなんか昔に戻れちゃうというか、なるほど、ね、時間とかそういうものが超越して、うんうん、なんか、ああ君はずっとここにいたんじゃないのかなみたいな、そんな感じがわかるね、あってですね、うん、そこをなんか歌にしたいと、うん、久々に会ってももうその顔ぶれで立ち位置が決まっちゃう感じとかね、うんうんうん、好きな恋愛系はやっぱりその大事な人はもう場所は決まってるよみたいな、そうそう、あるじゃないですか、野球の話の方がいいですか野球大丈夫ですよ、あ、そう、うん、この前サッチャナイツをね、311のね、そうなんですよね、久しぶりに、うん、あれも去年は1回も、あ、去年は2月頃やった、1回だけ、うん、ああ、そうか、だから今年になって、まあ、ほぼ1年ぶりな感じでね、うん、僕フェイスブックにね、なんか YouTube のあれがあったから、うん、ね、今、うん、公開中、その時の、先週11日にやったものなんですけど、はい、おとくらチャンネルってやつでね、ああ、おとくらのね、その前さんの、これ一応無料でございましたので、ね、誰でもアクセスすれば見れるという、ね、いやもう、はい、顔ぶれがいいんですよ、すごいです ね杉正道、うん、そして、うん、ブレッドアンドバターのお兄さんの方、うん、田島さんね、 そして、うん、平沢成本くんっていうね、うん、ね、通称トラちゃんっていう人なんです ね、うん、あと、遠藤京子さんが、遠藤京子さんね、はい、先月ね、伴奏でこう出て、伴奏で呼ぶって贅沢なね、そうなん、うん、いいよね、うん、でも京子先生だから、先生、はい、そこをもうちょっとちゃんと歌いなさいよとかってね、
ちゃんと言ってくれるんだよ。いいね、うん、特にあの佐藤さんとかはね、なんてね、佐藤さんはね、またずっと飲んでるんでしょ、うん、飲んじゃうから。そうね、まだ飲んじゃダメですよ。俺ね、何年前ぐらいかな、三浦海岸で、うん、僕いくらくんっていう、あ、はいはい、あれで行って、カホーンで行ってたらばったりね、佐藤さんに会ったの。釜石、うん、さんいたかな、釜石さんいなかったかな、あ、たら、最後にあの一緒にちょっとやってくんないなんて言って、いいっすよって言ったら、もう買うんだからさ、両手塞がって、それでもサチヤさんがさ、ワイン飲みながら歌ってて感想になったら、俺んとこ来てガーッと口にこう、俺もう両手塞がってからさ、はーって危ない、うん、まあ、白ワインね、無理やり飲まされてさ、うん、そういう人ですよ、そういう人です、ね、いい人、いい人、いい人ですよ。お酒はもうね、うんうん、もうね、僕もあの幸也さんと二人で飲むとね、一生瓶がシューってなるでしょ。ね、すごいよね、でもね、うん、でもおったんご楽しいお酒っていうかね、うん、うん、静かに飲んでて、あ、お酒ほんと好きなんだなみたいなさ、全然暴れないしさ、暴れない、暴れない人いるじゃん、中にはさ、もう全然そういう系じゃないしさ、うん、やっぱり本当にね、本当にね、うん、まあ、体が強いんです、また ね、やっぱあれでやっぱり長生きなのかな、あの、うん、ね、海の男なんですかね、あ、なるほど、元ライフセーバーですね、この人、うん、向こうよく行って、なんかもういろいろおでんセンターとかいろんなとこ連れてからさ、これわけわかんなくてさ、うん、ね、向こうのあの、うん、湘南のね、おでんセンター、俺も行ったな、ね、おでんセンターってなんだと思うじゃない普通、うん、ね、何ですか、おでんがあるんですか、え、おでんセンターって、おでんしかない、センター南とかじゃないんだよ、なんだろう、おでんセンターって、おでんセンターって、おでん屋さんがいっぱい並んでるみたいな、 ね、そういうイメージじゃないね、おでんセンターって、はい、何ですか、おでんセンター、だからサーファーの人がこう体を温めるためにあるんだって、うん、へえ、おでんの手っ取り早く体が温まるからって、うん、へえ、ね、いい名前ですね、おでんセンター、おでんセンターってやっぱネーミングがいいセンスが、いい、うん、俺昔さ、まだ子供が小さかった時にすごい夏、三浦海岸って思い出したんですけど今ね、はい、あのすごい寒くて、それで思い出して、うん、寒くて、あのあれもうラーメンとかおでんとかばっか食べてさ、はい、で子供たち残して俺奥さんとさ、もうパチンコばっか行っててさ、うん、やることないんだ、寒いから、海に出ると寒くてもう子供たちが具合悪くなっちゃうから、そのね、パチンコ屋さんが三浦海岸っつって、うん、三浦海岸行ったら三浦海岸行っちゃったっていうね、話をね今思い出した。失礼しました、どうも。大喜利じゃないんだよね、うん、素晴らしい、うん、素晴らしいじゃないよ、また、うん、なんかあります、チャッキーは、なんか大丈夫です、うん、あの告る、大丈夫です、大丈夫ですって大喜利じゃないよ、いやいや、うん、その後にもう何も、もう言えません、あ、そうですか、はい、いや、すごいですね、子供置いてパチンコ行くのいいですね、うん、でしょ、うん、だってやることないんだもん、やることないとかじゃない、うん、すごいですね、で昔みたいにほらその問題になってないから、はい、ね、あの、でも 海ですよね、海のホテル、うん、ホテルに一回やって子供たちはゲームとかやってるわけじゃない、あ、よかった、うん、はい、よかったってなんで、海に話がいい、そうそうそう、そう思いました、そんな親じゃないですよ、うん、うん、まあ児童手当もらってましたけど、児童そんな親じゃない、うん、面白い、きちんとした親です、はい、うん、孫もいるんだもんね、はい、孫ね、孫がね、月末にねこっち来るんですよ、やっと、あら、やっと会える、うん、ね、まあ、どうしようかと思って、うん、まあ今からまあ、ランドセルはグッチかなとか今から決めてるんですけど、うん、まあでもいじめないんだろうなみたいな、グッチ探したらね、グッチだけね作ってんだよ、うわ高そうですね、うん、ビトンはなかったんだけど、グッチだけ作ってるっていうことは需要があるってことなのかなとか、いろんなことを考えながら、なんかな、うん、持ってるやつ いたらいじめられないかな、いや、いじめられるよ、うん、ね、いじめの対象だよ、うん、うん、まあでも地域によるかもしれないしなとか、いろんなことを考えながら学校によるかもね、ね、うん、そうそうそう、うん、孫か、うん、今思い出しちゃった、孫がね、グッチのランドセルか、いや孫がさ、いつ2月か先月できたから、俺車がね
もうほらそのねトラブル続きで、はい、もうこんな時期ね世の中になってもう仕事もないから、じゃあ車なしの生活をちょっとやってみようかと思って買わなかったの、車を廃車して、うん、そしたらやっぱ孫ができるからちょっと現金残しとこうかなって、ねもうプライベートな話で本当申し訳ないんですけども、言ったらなんかそれじゃ不便だろうって言って、やっぱり車がないと仕事できないだろうって言って、次男がその孫のお父様の次男が車を買ってくれたわけですよ、うん、と思ってね、こっち廃車にしてこの覚悟を決めてさやってんのに、そんな親孝行に育てた覚えはないみたいなねことになっちゃって、うん、そう思うでしょ。いいね、よかったね、ね、うん、よかったね、本当に親の顔が見たいでしょなんて。うん、いやそれがさ、だからね、あ、初めて中古車なのよ。だからね、いろんなものがついててね、今わけわかんない。あ、そうなんですか、うん、なんかアンテナとかいろんなついててさ、わかんないんだよ。初めだからさ、その操作もね前の車と違うからわかんなくて、うん、だから先月ね、遠藤京子さん、はい、京子ちゃんをやって送ってった時に、京子ちゃんの荷物を後ろにやってさ、京子ちゃんあの助手席行って、うん、じゃあねって後ろ開けようと思ったら開かなくてでもう京子ちゃんもあっちっちゃって、もう信号変わっちゃうねと思って、もう窓を開けて俺荷物もう窓から出してさすんげえ喜んでたけど何これ何これみたいなコント的なさ分かんなかったんだよな、うん、すいませんでした。いやその話聞かなかったな。ああそう、聞けばよかったね、うん、また清水さんに会うんだよって、ね、きっとその話になったよねさあ、ね、うん、まあ楽しい時間もあっという間に過ぎてしまうもんですけども、あ、本当だね、え、そろそろ今気がついた、やっと、あ、そんなやり方ね、拍手が、いや、ありがとうございます、ありがとうございました。夏木さんね、夏木さん、猫ひろみさん、猫ひろみっていいね、ねえ、うん、猫ひろしさんはいたけどね、猫ひろし、うん、いいです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、秀和、あ、秀和さん、ね、はい、うん、はい、それではアルバムタイトルの曲、はい、じゃあ ね最後にやって今日は、うん、ね、お開きといたしますか。そうしますか、ね、今日は見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、君の場所っていう曲をねやってみたいと思います。はい。土砂降りの雨の中、世界中が海の底、濡れた靴は重く冷たく、まだ部屋まで遠いけれど、心の底の小さな場所、暖かく乾いた場所があって、そこはいつも君のために開けてある。君の形にいつでもいいから心配いらないから、ここが君の場所。枕で長い道も君へ続いてさえすれば、この日は消えることはない、いつだって君の形にいつでもいいから、心配いらない
君の場所。いつだって君の形に、いつでもいいから心配いらないから変えておいでよ、ここが君の、いつでもいいから心配いらないから変えておいでよ、ここが君の、ここは君の場所。はい、ありがとう。ありがとうございます。本日のゲストは鈴木雄大さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。遅いよあれ逆かな、いいのいいの合ってる、うん、さよなら。はい、ご視聴ありがとうございました。チャキシミのマジサチボリューム10でございました。はい、鈴木雄大さんありがとうございます、ね、いやもう楽しいエピソードトーク満載でございましたね。よくあの、ね、ネタがあるなと感心しきりでございます。はい、次回はですね4月23日でございますね。はい、そちらもぜひご視聴いただければと思います。それでですね、ここでですね明日のライブ配信の、お知らせをさせていただきたいと思います。3月17日、はい、水曜日の配信でございますね。こちらはですね日々のプレゼンツミオウィズカリントをお届けいたします。当店おなじみの歌姫ミオさんとですねご機嫌なギターデュオカリントのお二人とのステージです。この2組のですね共演ならではの選曲演奏アレンジそして楽しいトークをぜひお楽しみください。こちらのライブはですね YouTube での無観客生ライブ配信となっております。お店のホームページのですねライブ配信ページよりアクセスしていただきましてご覧いただけますようよろしくお願いいたします。はい、それではですね本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また明日もお待ちしております。それではさよなら。